J-WAVE リスナーの皆さん、こんにちは。私たち生き物あかりです。ボーカル吉岡清恵です。ギタリーでは水野良樹です。さあ、生き物あかり都市型フェスインスパイア東京に出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。僕らは2日目7月16日に出演します。はい、ケータリングが美味しいフェスといえば、ね、間違いないね。間違い本当に。でも会場に来るお客さんもやっぱそういうの楽しみにされてません？なんかそうだよ、ね、フェス飯みたいな。そっか、その楽しい音楽をいっぱいこう浴びて、ご飯美味しくて、時にはこう飲んだりもする人もいるし、みたいな。なかなかちょっと楽しいお祭りに行くような気分ですよ。そうだね、なんかそれでいて自分が好きなアーティストを見に行くんだけど、うん、このアーティストもいいなっていうふうにこう気づけたりとか、はいはいはい、出会えるっていう印象があって、うん、すごくこうなんかみんなで盛り上がれるっていう楽しい印象があります。はい、それでやっぱ思い出しちゃうと、地元が神奈川県の厚木市海老名市というところなんですけど、うん、あゆ祭りっていうありましたね、大きいあのお祭りがあって、だいたい高校生とか中学生になると浴衣をちゃんとみんな着て、はい、こうおめかしして友達同士だったり、そう、ね、初めてのデートはそのお祭りですみたいな、ね、で花火がバーンって上がってっていう、はい、すごいやっぱりね、その町のみんなが楽しみにしてる浴衣着てっていう、芸能人が来るんだよねそうそう我が町に、我が町に芸能人が来る。それもめちゃくちゃやっぱりそのお祭りで花火見て音楽聴いて、うん、次の日もうそのライブとかイベントの話でも持ちきりになるよね。だからその記憶をもう二十何年経ってるんですか、うん、中学生の頃から、うんうん、ずっとそれで話してるんで、うん、やっぱりこう夏はそういうなんか思い出に残るね、イベントがたくさんね起こる時なのかなって私そのように思いますよ、ね、いいと思います。なんかさ、うん、私地元のさ地域のお祭りが結構激しくて、うん、おみこしをちゃんとわっしょわっしょ言いながら、そいやとか言いながらやってたり、うん、太鼓の演奏とかもこう聞こえてきたりとかして、うん、東京ってどうなんだろうって思うと、うん、結構お祭りやってるんですよね。やってね。だからなんか東京ってクールな印象っていう風に出てきたんだけど、お祭りになるとめっちゃ暑いっていうのが印象としてあります。あと寛容よ、うん、意外と。だからこういろんな土地から、うん、集まってる街じゃん、だからこう受け入れてくれるっていうか、でいろんな立場の人とか、いろんな楽しみ方があってもこういい意味でさ、こうほっといてくれるっていうか、それも含めてみんな過ごしやすいみたいなところがやっぱあるんじゃないかな。だから最初さ、こうね、渋谷とか原宿とか都会に緊張感を持ってた種族や眉間のシワ、うん、そうだよね、緊張しちゃう。意外と入ってみると確かになんか大丈夫だなみたいな。そうだね、うん、それこそこうオープンになってるから、うん、なんか日本の文化とも最近合わせて外国の人が浴衣着ながらこう、うん、楽しんでたりとか、縁日とか、うん、なんかこう今までこう地元にいたら当たり前、なんかお祭り当たり前と思ったけど、はい、改めてこう新鮮に受け入れられる部分もあるのかなって、こう日本の良さ、うん、なんか浴衣だったり、こうなんか和風のいろんな楽しみがあるのかなと思って、はい、そこもなんか改めて素敵だなっていうふうに思っています、うん。緊張してんだよね。緊張すると思う。あ、急に凍えない一番強く言わなきゃいけない。でもさ、こうやっぱ、まあ、2人体制になったんですけど、はい、2人体制で初の大きい、そうですよ、あのイベントに出させていただくってことと、だから新曲もこの間出してますし、新曲やりたいし、こう皆さんがもしかしたら知ってくれてるんじゃないかと思われるような生き物の定番という曲もやりたいですし、そうですね、結構ここはバンドで盛り上げていきたいと思ってます。いいですか。いや、すごい豪華、ね、すごい、あの女性たちがたくさんいたりとか、華やかな、それで今市さんだよ、かっこいいさ。大丈夫かな、俺。大丈夫だ、大丈夫かそこは大丈夫、うん、大先輩のゆきさんもね、はい、出演されるということ で、 本当にもうそれこそ高校時代とか、そうです、もう本当に高校時代は、うん、あのユキさんみたいに歌いたくて、ユキさんみたいに歌いたくて練習して、結局全然歌えなかったんです。あのそうなんです。でもなんか本当に歌素敵だなと思って、ね、自分も頑張ろうと思ってるし、うん、あのほら3人でデビュー前もユキさんの武道館とか見に行かせていただいたね、見に行かせていただいたりして、本当にこう同じステージに立てるっていうのは本当に嬉しくて、頑張ろうと思います。はい、
インスパイア東京でお会いしましょう。